こんにちは、ガチンコマッチョクラブをご覧の皆様、速稼塾の久保です。まあ、いつもね、毎日のようにミスターゆめさんがガチンコマッチョクラブの動画を送ってくださるんですよ。今回はですね、このふくらはぎを、足のこの辺ですよね、ふくらはぎを鍛えるということで1分のトレーニングです。これ非常に簡単なんで、ちょっとしたね、待ち時間とか、いや、なんだったら歩行中とかね、そういう時でも、もう本当にいつでもできます。台所で洗い物してる時でもできますし、どんな時でもできるんで、ぜひね、取り組んでいただいて、下半身の筋肉を鍛えてですね、免疫力アップをしていただきたいと思います。で、何を隠そう、私はね、こうやっていつもバランスボールに乗りながら放送してるんですよ。まあ、ご存知の方もいると思いますけど、見てください、ちょっと足の方こんな感じですよね。こういう風にしているんですけども、今回はふくらはぎのトレーニングということでね、なんかこういう風にして、ちょっと後ろで失礼します。こう、ふくらはぎをこういう風にやるだけなんですよね。はい。で、トレーニングって機材を買ったりとかね、それからジムに行ったりっていうのもいいんですけども、本当に日常生活の中でちょっとしたね、1分間を細切れにして埋め込むことができるんですよね。朝1分間、昼1分間、夕方1分間、気づいた時に1分間、こういった1分の細切れの集合体が合計で1日のトレーニングになったりすると。まあ、ジムに行ってね、1時間2時間するのもとってもいいんですけども、なかなかね、ジムの費用とか、それからジムが遠いよとか、状況がいろいろありますんで、やっぱりね、自宅で手軽にできると、出先でもいつでもできるみたいなね、このミスタイムさんの動画が素晴らしいんじゃないかなと思います。皆さんもトレーニングぜひしてみてください。それでは動画説明欄から、今日の自重で追い込むふくらはぎトレーニングですか、なんてタイトルでしたっけね、ひらめ筋っていう回ってますね、ひらめくひらめ筋ですかね。じゃ、ひらめ筋っていうのがあるそうですんで、そこら辺を鍛えていきましょう。ではね、今日もよろしくお願いします。動画